ボルゴレチェンスクの紋章、ボルゴレチェンスクは、ロシア西部、コストロマ州の西南端にある都市。ボルガ川の右岸に立ち、州都コストロマの40キロメートル南東に位置する。ヤロスラブリイバノボンの鉄道上にある町フルマの、府から分かれた、貨物支線がボルゴレチェンスクまで伸びており、終点になっている。またコストロマイバノボンの道路も通っている。 人口は18,164人。ボルゴレチェンスクの制度を、ボルゴレチェンスクは1964年、この地に建設される火力発電所の従業員用を住宅地として成立した。当初は都市型集落であったが、1994年6月16日に市に昇格している。ボルゴレチェンスクは、この地を流れる大河の名、ボルガとロシア語で川を意味する。 家化を合成したもので、ボルガの川の町を意味する。町の最大の雇用主は、ロシアの発電企業、第三卸売電力に属するコストロマ、火力発電所であり、発電容量は3600メガワットになる。ありがとうございます。